ジム今夜一は2023年ジムが携わったリールに点数をつけるのは何点ですか。80点ぐらいかな。80点ぐらい。本当はあそことあそこをこうしたかったの。あそこもこうしたかったの。ね、はい。村さんがリールを作る場合、他の横やりを許さなかったらもっといいのできます。それはもう、それはもう、まあ、多分あのこの世にはないようなとてつもなく素晴らしいものができますよ。こういうふうにしてああいうふうにそれを全部受けてくれたら、はい、信じられないものができます。今回のステラの完成度はほぼ 100% です。いつもリール出来上がりますとあれがダメだこれがダメだって言いますけど、今回のは、ほぼ 100% です。唯一これかなこれかなまあでもこれのおかげでね、これのおかげでうちのグリップがよく売れるからね、100点じゃないかな、はい、と思っておりますね。一番の違いは本当にね、ここからここまで巻いただけでなんだこれっていうのが分かるんですが、残念ながら分からない人がいるんですよ。まあ30人に1人ぐらいですが、全くこの18のステラをこう巻いてね、うん、違うでしょって言ってる時の顔色が、何が違うって言ってんだろうっていうぐらいわからない方がいるんですで、ね、はい。さあ切り抜き動画見た皆さん、こちらの方がですね、村田はじめのオンラインサロン YouTube バージョンの方でですね流した映像、そこからこう切り抜かれたやつでございます。オンラインサロンの方ではですね、本当に一人一人のあんな疑問こんな疑問っていうのをですね直にお答えして、村田はじめちょっと楽しみたいなという方はですね、ぜひご入会をよろしく。